以上、新党結成がささやかれる獅童正義議員の街頭演説の模様を、続いて奥村氏の死亡事件など数々の容疑がかけられ、警察は街頭団を警察庁指定被疑者特別、街頭団に関する有力な情報提供者に対して、見ろ、情報提供者に対する報奨金は3000万円となっており、金額の大きさからも異例の事態であることがうかがえます。報奨金は警察と被害者の会によって賄われ、お前を通報して逮捕できたら3000万もらえるんだとよ。状況分かってんだろうな。今まで興味すら持たなかった人間まで街頭団探しに目を光らせんだぞ。毎日、それこそ学校の中でもだ。俺のことはいいんだよ。まあ、気づいてやれなくて悪かった。こうなったらもう俺の責任だ。もう俺にできることは絶対にやけを起こすんじゃねえぞ。お前を売るような真似はしねえ。ご主人にはすまないことをしたな。見ましたか、あの懸賞金。これで大衆皆が怪盗団の敵となったも同然。あ、それで終了。指名手配、しかも3000万の賞金首ってか。実感なくて笑えてくんぜ。ついに本物の犯罪者扱いだね。今ならわかる。前にもしかしたらって考えたこと。奥村社長が1位になったことも、その前のブームも、全部怪盗団を有名にするためのお膳立て。その上で社長、ああ、多分敵は花から有名になった怪盗団に。じゃあ私たちがやってきたことって、悪人だと思って改心させてきたやつも本当は違うの？いえ、金城や斑目は私や祐介のことで行き当たりばったりの部分が大きい。鴨下の時もそうでしょ。ランキングの件から言っても故意に狙わされたのは。せこい手使いやがった。せこい偽メジエドや怪盗サイトの改ざん、相手は一連のブームまで作り上げ、そこまでの労力と時間をかけてきた相手の狙い、これまでの、そしてこれからの廃止。だから俺は言ったんだ。なんだよ、俺のせいか。それにあん時は春のこともあった。放っておけってか。ごめんなさい、私がお父様を犯罪者と決めつけたから。婚約者のことで頭がいっぱいで、私がもっと冷静に対応して。春のせいじゃない。私も校長が死んだ時、くそ、リュウジ、物に当たったってどうにもなんないよ。なあ、なんで負けちまう。きっと我が輩たちらしくなかったのさ。そうだな。
俺たちはあの時世間の声を拝んでいた。そうだね、私自分らを見せつけることばっかになってた。バカみたい。そんな大人が嫌で怪盗を始めたのに。名声や居場所に固執して目を曇らせていたなんて。正義の怪盗団なのに本末転倒もいいところね。自分に腹が立つ。まこ、分かってんだよ。はめられたことも、自分がとんでもなくバカだったことも。でも悔しいんだよ。なんとかしてに決まって。ああ、このままじゃまずい。でも相手が誰なのか、個人なのか集団なのか。しかもそこまでやる相手なら有力者か。私らで叶うの？もうだってみんな今よりひどい目に。ねえ、ここで尻尾回り逃げ出したら、それこそてめえ可愛さで美学を捨てるっつう繰り返しだろうがよ。そうか、全言撤回だ。割れねえ。どうしたいかは決まったな。あとはどうするかだな。そうね。ここが正念場だな。まあ今から気をもんでも仕方ない。よーし。うんうん。議員なんですよね。与党分裂、新党結成って噂もあるし。俺今回は選挙に行きますよ。お前今まで選挙行ってねえの？俺今まで政治に興味なかったけど、熱意があってちゃんと未来を考えてて、俺絶対この人に投票します。まあ他の政治家じゃ頼りないし。そう、捜査に協力しろって。私たちに何をさせるつもり？そうだね、まずはコーヒーもらえるかな。余裕ぶっこいてんじゃねえ。手短にお願い。指名手配に加え懸賞金までとは。サエさんの方だよ。君たちの方も焦ってるだろうけど、ここまでやるなんて相当追い詰められてるんだ。指名手配で注目を集め、懸賞金を餌に賞…
警察は私たちのことを掴んでいない。そうだね。君たちの正体にまで気づいているのは、だが証言者を捏造して犯人をでっち上げる準備は着。脳ガキはいい、本題を言え。単刀直入に言おう。サエさんを改心させようと思ってる。彼女にパレスがあることは。え、捜査機関の暴走を阻止するためか。その通り。だからって改心させなくても。たかが一人の捏造でそんなことができるとは考えにくい。それが周りの人間が捏造を黙認するとしたら。警察がそんなことするってのか。信用されてるんだ。向こうは事態の収束が最優先だ。もはそう。腐ってやがれ。僕の目的は真犯人を探すことだが、今の状況は非常にまずい。真犯人どころか、最悪の場合。唯一の解決法は、正気の彼女ならこの状況を止められる。彼女の正義が許さないはず。そういうこと。真実が闇に葬られ、無実の人の人生が狂わされる。そんなのがまかり通るのは許せない。その気持ちは。それに紗英さんを改心させることは。どういうこと。怪盗団捜査の責任者が紗英さんであると、命が狙われる可能性が高い。怪盗団に罪を着せる。どうだい僕。正義にこだわるのに、正義のためなら手を汚すというのか。真相を突き止めるためには仕方。それに紗英さんを改心させるメリットは、手を出すなという警告になる。捜査関係者に改心が起きても公にはできない。あとは僕が真犯人を突き止めるだけだ。どういうこと。真犯人が逮捕されたら解散宣言を出せ。さすが。どうだい、お互い悪くない話だろ。まこと、よくできた計画だわ。ご丁寧に私たちを終わりにさせるところまで。お褒めいただ。なぜそこまでするの。最低な大人。そうだね、そいつへの反骨心が社会のためとか理想のためとか、そんな大層な理由じゃない。極めて個人的で。お前なんか私たちと似てない。うん、最低な大人のせいでムカつかされたこととかね。似た者同士だから、僕は君たちに紗英さんを改心させるって作戦。ありがとう。内心君たちが協力してくれないと。怪盗団は消滅、全てが丸く収まるか。まこちゃん、私は平気。それにみんなには黙ってたけど、私お姉ちゃんを改心させたかったから。現実にならないパレスがあるのもだいぶ前から知ってた。なんで言ってくれなかったの。こんな自分勝手なり。ただそれ以上のことは。じゃあ下調べも兼ねて、いろいろ初めてだから慣れておきたいしね。ごめん、今日はちょっと用事が。そうか。このことをもちろん話さ。珍しく歯切れが悪いな。ちょっと今日は。じゃあ明日から始める。みんなご。まこと、なんか変じゃなかったか。まあ仕方ないか。とにかく明日からか。私に。しかもじゃあ怪盗団は彼の手引きで私を狙ったの。しかも奥村の時点では。まさか。そういえば彼、
明智君は一番大事な話をだんまり。もし本当なら陣頭指揮が聞いて呆れるわ。身に覚えのない廃人化の連発で君は別の悪党の存在を確信した。そしてもし全ての罪を負ったまま自分が捕まれば、だから私を狙ったと。一応ただ捕まりたくないだけなら、私を改心させるなんて保守。改心が起きた後も怪盗行為は敵視されつ。まさか悪党が実在して次に狙われるのか。それ気をしっかり持ちなさい。もうボロボロみたい。でも負け犬の顔にも見えん。呆れた。君、逮捕された時現場の男からお前は売られたと言われたそうね。普通に聞けば裏切り者の存在を示唆する言葉。もしこれまでの話が本当、悔しいけれど、ある時点から後で責任を取らせるためだけの存在。君の逮捕には誰かの意図があって、直接関わる最小限のものにだけ息がかかる。もしそうなら本当の正義。よし。いえ、まだ君を信じ、だからこそ確かめたいこと。私は、私のパレスに入ってから逮捕までに聞かせてもらう。頼みってなんだ？パレスに行くことになったからな。仕事ぶりとか交友関係とか公私構わないでやってくれ。パレスで足止め食らってもすぐに対策立てられるようにな。もっと調べられるよ、下着のレパートリーとか。女の子がそういうこと言うもんじゃないぜ。お前もいっ食いつくんなよ。あとこれは考えすぎか。いつもと同じ。最後まで来た。ちょっここが裁判所か。見るからに胸クソ悪い建物だな。さっさと始めようぜ。明智、直接会う機会は少ないけど、紗英さんの段取りは見て取れる。多分20日に囚人学園と、あと。マジか。ということは11月20日が期限か。ただ向こうも相当な強行軍のはずだ。20日。信じるわ。今はパレスの攻略に集中しまし。同感だ。それに僕らみたいなのがここでこうしているの、それじゃあ
それ、え、僕のスマホが、あ、欲しかった機種、いいな。ごめんなさい、実はその、さえさんから大体は聞いてる。そうだ明智くん、私以外とも連絡先交換しておいた方が。まあ、おお。じゃあ、ああ、じゃあよろしく、全力を尽くそう。性格のいいイケメンな。褒めているはずだ。じゃあ始めようか。誠の姉貴が裁判所を何だと思ってっか。勝たなければいけない勝負の場ってよく言ってる。勝負か。そんな調子で裁判にかけられちゃたまらないがな。だが勝負というと試合だな。格闘技のリングか。該当しません。なら競技場。該当しません。戦いやスポーツ以外にも勝負事はある。ギャンブルだ。競馬場とか、あと修学旅行の時。該当しません。他何か。カジノよ。候補が見つかりました。さすがさえさんの妹だね。じゃあナビゲーションを開始します。あそこを右だ。見つかるなよ。あの奥のか、一体どういうこと。裁判所があれってことだよね。みたいね。急ごう。場所が火事の。他は普通の街並みなんだな。あれは警察署だね。警察署と裁判所って隣同士なんだ。服装が変わらないということはまだ警戒も敵視もされてないという。まあな、パレスの裁判所以外は。いや、我が輩はあえてこの姿なの。特別だからな。隣の警察署も仕事場には違いないんだけどね。出向中のお姉ちゃんに荷物やお弁当を届けに行ったことあるよ。警察は用なしだろ。異世界つっても警察には入りたくねえよ。そういえば彼にもコードネームが必要だね。コードネーム。怪盗が本名もろ出しとかダメだろ。カッコつかねえし。ちなみにみんなのはスカル。フォックスだ。だいたい見た目で決めてるよね。何ハル。ううん、なん。なら僕はカラスってとこかな。真っ黒とか。むしろ逆さ、バレないためのコードネームならそっちの方がいいだろう。カラス、一人だけ和風だな。なら英語でクローだね。よし、今からお前はクローだ。了解した。じゃあお目当ての裁判。いいか、ちょっといいかい。おや、
決まりだね。警戒されてるってことだ。つかお前、隠れて盗む自覚ねえだろ。こいつにとっての反逆者のイメージが正義を貫く人ってイメージだけどね。確かに貫きそうな仮面。それはそうと、中にいる人たちでも見ての通りド派手なカジノだ。そっか、クロウは認知の存在とか。パレスは主が見た現実の景色が元になっている。おっとあれ、専門用語ばっかで意味わかんねえよな。要するに本物の人間とウリ二つってことは。でもこれじゃ現実のカジノと言われてもちょっと見分けがつかないかもな。だが双葉や奥村社長のパレスでは認知上の人間と戦闘機とに見えても油断は禁物。特にディーラーなど。君たちは毎回こんなことを？初めてだ、僕。足引っ張るなよ。僕に限って。よし、いよいよ攻略の期限は11月20日だ。もちろんルートを確保してから予告状を出す。あの予告状、ただのカッコつけじゃなくて。話の腰を折らないでくれる？ごめん。さて、緊張するね。見つかってんぞ。お目当てはお宝でしょ。いらっしゃい。どこにあるか教えてあげる。お宝の場所を教えるだと？まさか逃げたりしないわよ。ここは従おう。今さら隠れても意味はないよ。最上階、支配人フロアにあるわ。どうして教えるの？言ったでしょ、正々堂々と勝負したいだけ。まずは上がっていらっしゃい。くそ。あのエレベーターで上の階に行けるらしいね。彼女を追いかけ。メンバーズカードを認証してください。メンバーズカード？スロットクラブじゃないかな。カタカナばっかかよ。ちゃんと説明しろって。一般的なカジノには
スロットクラブっていう会員制度があるんだ。メンバーはランクによってプレイするフロアが分けられてるところもある。ここの様子じゃそういうシステムがあってもお。だったら話は早いじゃん。まあそうなんだ。シャドウ。やはりか。正面からメンバー登録なんか。まずは上がってこいとはそういうことか。上がっ大丈夫、僕に任せてくれ。期待以上を約束するよ。じゃあ始め。大丈夫、僕に任せて。イコロセロビンフット、ペルソナロビンフット、来い、食らえ。やってやろうじゃねえか。容赦しない。この力があれば。そうね。いよいよ正念場だぞ。よし。荒れてんのかよ。人気はどん底だもんな。つけておこう。よし。偶然ね。今私のこと？うん、これからの戦い前以上に厳しくなるかもしれないでしょ。だから何か新しいやり方を見つけられないかって。それで
一応思いついたんだけど。私？うん、私でいいなら協力させて。ありがとう。まこちゃん？なんか冷静に考えた。大丈夫だよ。それにまこちゃんが考えたものだもん。そう言って、ね。どう？すっごい素敵だと思う。ぜひやらせて。あ、それじゃあ。うん。でもまこちゃんってそういうとこすごい憧れちゃう。憧れ？ちょっと複雑なような気も。こんなに素敵なんだから、きっと星さんも叶えてくれるよ。今はここをアジトにしてるんだね。いいから始め。強制捜査は11月20日。これが強制捜査が早まる可能性は？おそらくないだろう。なぜそう言える？腐っても組織だからね。それなりの手順は踏まないと。よほど切羽詰まった状況じゃない限り。さすが探偵、内部事情に詳しいな。頼もしい限りだね。ギブアンドテイクだよ。僕は怪盗団の内部事情を手に入れたんだ。向こうが何か変な動きをしたらすぐに連絡させてもらうから。そうしてくれると助かる。よし。ああ、行こう。行くぞ。今日もしっかり仕事しないとな。そういう知恵はあるのか？相変わらずすげえ力だな、ジョーカー。新スキル習得、早速使いましょう。よし。
敵が感電してる。近接攻撃が有効だけど、感電の電線には気をつけて。みんな、お疲れ様。さすが。我が輩らしいスキルだな。新しい力、これでもっと戦える。余裕すぎて相手にならないな。暇だ、もっと強いの見つけろ。この先、シャドウがいるよ。前方にシャドウよ、注意して。その辺にセーフルームない？見つけとくと楽になるかも。うん、
ここなら休めるかし。やるか。何があるかわからないからね。しっかり探索しておこう。もう準備ができてるかい？ああ、正体を見せろ。ペルソナ！ Call for you, we want
さーて覚悟はいい？はぁ、あ、デザートは決めるわよ。オッケー、行くよ。一撃必殺なんてね。今のお、それが目的のか。でも無記名だ、こういうのは。よし、登録完了だ。名義は適当に田中太郎にしといた。ちょっとシンプルすぎね。いや、格好も侵入したこともとっくにバレてるし。でもまあ、よし、今度のカードの偽名はちょっと凝って。あと、このカジノの地図もあった。このカードと地図はジョーカーに渡しと。いらなくなった。さっくろ、ゴミ箱見つけたら捨てとけ。え、こういう雑用は新入り。いやで、おあつらい向きに出口だぜ。これでもう例のエレベーター使っ、地図で見ると来た道を戻るより先を急ぎましょう。じゃあ行こうか。この先、シャドウがいるよ。シャドウがいるよ、気をつけて。お姉ちゃん、
いきなり追っ始めようってか。いいぜ、話が早い。対等に口を聞いてほしくないものね。私はここの支配人でもあり、今のあなたたちには私と戦う資格さえないんだから。見下されたものだな。どうしてもナンバーワンになるために私は勝ち続けてきたの。相手してもらいたいのなら勝ち続ける。ここがカジノってことが、そう、勝ち続ける自信。油断してると足元すくうよ。期待しないで待ってて。あん、今までのやつとは勝手が違うな。力上に。まさかパレスまで来てギャンブルをする羽目になるとは。こんな本格的なの、みんなは？思ったより時間取られそうだぜ。遊んでる暇ねえのによ。大丈夫、できるの？勝ち方は心得てるからね。とにかく早く改心させてあげないと。これ以上無茶をすれば出世どころじゃない。ケン、サエさんは昔。お姉ちゃんが正義を見失ってしまったのは。それってパレスができたきっかけってこと？お父さんが死んだことと、お姉ちゃん全部一人で抱えてしまって、生活費を稼ぐことや男社会での出世、それらが重みになって心を歪ませてしまったのかもしれない。悪いけど感傷に浸る時間はないよ。時間をかければ僕らに不利な情報が集まるし、警察の一日も早くこのパレスを攻略してしまわないと。自分のところまで来てみろなんて言うくらいだ。お宝は多分支配人の新島が根城にしてる場所にあるんだろう。何はともあれ、いいかい？
ジョーカしいな。シャドウだ。しかも強敵だね。よし。
やれやれ、強そうな奴がいるね。まあ、宝箱、何かいいものが入ってそうね。分かったわ。前方にシャドウよ、注意して。暴いて。何です、脱がしてくれよ。不意打ち成功。これで負けたら承知しないからな。チェックメイトだ。今はそいつと話してもダメだって。みんなで殴ればすぐに済む。そう攻撃かい。ペルソナ、せい。ペルソナ、惑わせミラディ。おお、カルナロール。よかったね。オッケー、先を急ごう。我が輩にふさわしいスキルだ。ペルソナが新技を覚えたみたい。見て見て、新技だよ。さて、かなり余裕だったわね。私の違いを見せてやる。
イコロセロビンフッド2から1、次でラスト権限せよ。今さら何してます？これもまた私ノアちゃんと狙って面倒だ。ペルソナ奪い、ペルソナ容赦しない。かっこいい。次こそ僕の恐ろしさを味わえ。敵の全滅を確認。戦闘終了。探索に戻ろう。もう邪魔はいないね。進もうか。シャドウがいるね。前方にシャドウよ、注意して。
強そうなシャドウがいるわ。ジョーカー気をつけて。シャドウを発見。おっと、シャドウがいるね。強いっぽいな。イコロセ、ロビンフットだ。レアモノゲット。今の感覚を忘れないようにね。先を急ごう。これでより一層の貢献を誓うよ。うん、いい戦いだったよ。行きますよ。よくも。どうですか。
回復が必要だ。クローの体力、危険な予感。ほんと、ペルソナ。いいやつ。ガキ。ペルソナ。やるわ。感謝する。権限せよ。誰か任せたよ。エルソナ、ご覧あそばせ。どこにいる。いきなりしたい。無様だな。やるな、クロー。容赦しない。こっちは準備 OK だぜ。今よ。あ、こんなとこかしら。今の感覚を忘れないようにね。先を急ごう。おめでとう。さて終了ね。さにシャドウよ、注意して。この技、早く使いたいものだな。これでより一層の貢献を誓うよ。手っ取り早い方法を思いついた。コインを全部
できるの？勝ち方は分かってるからね。こういうのはどうだい？それはちょっと。それじゃあ、そういうことで。通り。すごいよね。私ハマっちゃいそう。クロウたちは？お待たせ。すごっ。思ってすごいね。